大阪なおみと伊藤詩織世界で最も影響力のある100人に昨日アメリカのタイムが毎年恒例の世界で最も影響力のある100人に大阪なおみさんと伊藤詩織さんを選んだと発表しました、まあ、このお二人にいい意味での影響力があるのかと言われますと、まあ、どうなのかなと思ってしまいますが大阪なおみさんはスポーツに政治を持ち込み さらに伊藤しおりさんは日本人を差別したという事実がございますので、タイムにはそういった事実についてもしっかりと行動していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。